こんにちは。東京都渋谷区恵比寿会議をしています橋本歯科、橋本です。麻酔をしない虫歯治療を行っております。この歯ですが一番奥になります。ここに虫歯があります。ここのかぶせるものを外し治療しながら型を取るのですが、その前にこちらの虫歯の治療をします。患者さんの希望によりこの金属を外さずにここのみを治療してほしいということで、あなたの希望に沿った治療を行います。そして通常は麻酔をしますが、麻酔をせずにこの虫歯を削って除去していきます。顕微鏡を使うことにより拡大し精密に行うことができます。しかし一番の精密さ、それは患者さんの感覚なのです。あとどこまで削るかということも必要だと思います。麻酔して削るということは感覚がありませんので削り放題ということになります。よくホームページにできるだけ削らないと書かれているところを目にしますが、その判断基準をどこでやっているのかということが一番の疑問になります。患者さんは削りたくないわけです。では誰がそこの削りすぎをストップするのか、それは歯科医ではなく患者さん自身であるということです。なぜなら痛みがあるということでその歯を守れるからです。それ以上削れなくなるからです。患者さんが動くからです。痛いと拒否するからです。痛いと訴えるから、それ以上削れなくなります。麻酔をしなければそのようなのは情報として見ることができます。しかし麻酔をしてしまってはこれをどこまでも削っていくわけですから、当然神経に穴が開いてしまう。そして神経を取らざるを得ないという説明を受けて神経を取っている方が数多く目にします。そしてその後の歯のトラブルを多く耳にし、患者さんの不安を煽っています。少しずつこのように確認し削り、確認し削り、確認し削りという操作を行っていきます。そうすると歯にこのように亀裂が入っているのがわかると思います。エナメル質が溶けたというよりは 歯が削れる、破裂する、ひびが入るということにより中に虫歯が進行してしまうわけです。ここはこのように象牙質になっています。そしてこのように硬さでその虫歯の除去範囲を確認していきます。この時も患者さんの痛いか痛くないかもきちっと判断する必要があります。